間もう会えないと一人で決めていた。会いたい気持ちで心はいっぱいだったのに、この世に生がある限り会えると願うことを忘れてた。諦めていた。右の乳房をなくしたら、なくした以上の幸せがやってきてくれた。なくしたものより出会えた喜びに勝るものなどあるものか。おえつの時が歓喜に変わった瞬間、寒いよ、そこにいてくれたのか、聖子ちゃん、いつもありがとう。ああ、何もしてない、何もしてない。あんた、そんな。じゃあ、これは、有石十字に載せたの、は、博愛の精神っていうのが、看護師さんたちのモットーです。うん、で、石十字っていうか、全部、石十字自体がね、その博愛っていうのを、赤十字に入院しなかったら、他の病院だったらできなかったしです。やめます。博愛の精神は、博愛の精神は、ナイチンゲールの遠い言葉ではないのです。すぐそばにいる人に手を差し伸べてください。できることでいいのです。無理をしなくていいのです。無理をされればこちらは負担です。ほんの少しの博愛の精神が世界を支えて、子どもたちの未来を明るくするのです。大げさでなくていいのです。慈愛の人はあなたです。おはようございます。ありがとうございます。ね、うん、そうだよね。うん。染みた染みた。染みてた。